遅かったな。待ちかねたぞ、エルマチームの諸君。ブレイドとしての本来の任務が山積みなの。行政長官から直接の依頼なんてイレギュラー、滅多にないことだしね。え？そんなの引き受けるわけにいかないですよ。任務の内容、それと彼らが反対している理由を聞かせて。賢明な判断だ。近々ジャイール要塞に対してこちらからの奇襲攻撃が予定されているのは知っているだろう。もちろん、ブレードの総力を上げた作戦ですもん。作戦案ではこちらの被害を最小限に抑えることを優先して、遠距離攻撃で体勢を決するようになる。内部事情だよ。我々は今のところグロウスのことをほとんど知らないと言ってよい。今後も戦いが続くにしろ、和平を結ぶにしろ、相手のことを知らないままでは対策が立てられない。おっしゃることは分かりますけど、私たちに何ができるんですか？作戦が行われる前に要塞に潜入して、何でもいい、彼らの情報を入手してきてもらいたい。そんなことできるんですか？できる、と軽々に言い切ることはできる。だが、誰かがやるべきだと考えているし、君たちこそが最も成功確率が高いチームだと考えた。だからこうして直接話してくれていると。名誉なことね。皮肉かね。受け取り方はご自由に。私たちが断ったらどうするの？君たちの次に確率の高いチームに依頼する。それでダメならその次、受けてくれるチームが現れるまでずっとだ。そうするだけの意味があると確信しているのね。その通りだ。分かったわ、引き受ける。そうか。ただし、必要以上の危険を犯すつもりはない。状況によっては情報の入手を断念して作戦を中止する。そのようなことにならないよう願っている。一つだけ聞かせて。グロースの情報を望む理由はさっきのが全て。他に何があるというのか。さあ、私はただあなたの考えを知りたいだけ。私が望んでいるのはこの地にたどり着いた地球人類に未来をもたらすことだけど。信じるわ、その言葉。ブレイドホームに戻って準備しましょう。厳しい任務になるわ。留守のところ悪いと思ったが、待たせてもらっとったぞ。その顔、モーリスからの依頼を知っているのね。その反応、どうやら引き受けたようだな。大丈夫です。危なかったら中止するってエルマさんはっきり言ってましたから。そうか、そういう心づもりなら安心だが、忘れんでくれよ。情報も貴重だが、俺にとってはお前たちの方がはるかに大事なんだ。分かってますもん。立つも自分の命が一番ですもん。というわけだから心配しないで。
マさん、きっとこれがこの拠点のメインフレームです。情報を引き出せそう？やってみないと分かりませんけど、正直自信ありません。時間もかかりそうだし、ストレージを持って帰って解析した方がいいと思います。了解、それで行きましょう。と言いたいところだけど、邪魔が入ったみたいね。敵を排除してから回収しましょう。さすがネリン、急いで脱出する。脱出後は結果報告のため NLA に戻るわよ。これがグロウスのデータパッドか。よくやってくれた、感謝する。お気持ちだけじゃダメですも。感謝はちゃんと形にしてほしいですも。もちろんだ、できる限りのことはさせてもらおう。しかし次の難関は記録されているデータを解析することか。エルマ、君ならもしよ。残念だけど私にも無理よ。それよりもマノン人に依頼してみたらどう？よかったら知り合いのところへ持ち込んでみるわ。そうか、では手配を頼む。あなたたちが頼りなの、助かるわ。エルマさんには命レスキューされたもんね。お役に立ててバリバリハッピーよ。解析結果はモーリス行政長官に直接報告しちゃってください。了解ね。さあ行政長官に報告しましょう。そうか、それではマノン人からの報告を待つとしよう。エルマチームの諸君、君たちを見込んだ私の判断は正しかったようだ。これからも力を貸してほしい。もちろんよ、目的が同じうちはね。
我々の目的は互いに地球人類存続だ。道を違えることはない。そうね。地球人類存続って言うことが大げさだな。そうでもないわよ。彼がそのために紳士なのは確かだ。そういえばエルマさん知ってますか？あの人息子さんがいたそうですよ。それも軍人の。じゃあ今はブレードなのかしら。それが白鯨に乗せてあげなかったらしいんですよ。出航間際に危険な任務に就かせてそのまま。彼が利己的な悪人だったなら他人に危険を押し付けて自分の家族は救ったでしょう。でもそうはしなかったんですね。それって正しいのかもしれないけどなんだか悲しい。余計な戦いは避けたかった。
リンさん、リンさん、何を作ってるんですも？フライドチキンよ。さ、次はお肉の下ごしらえ。まずは毛をむしらないと。リンさん、カツは食材じゃないですも、美味しくないですも。ごめん、間違えちゃった。わざとですも、絶対わざとですも。お料理完成です。いや、うまい飯だったぜ。よかった、誰か来ると思って作りすぎちゃったので助かりました。おう、じゃあ次から残ったら出前してくれ。なんですかそれ。今日はな、いい報告がある。また見つかったぞ、ライフポイントがな。本当ですか？やった、よかったですもん。本当よかったですもん。今回の任務はそのライフポイントに向かい先行調査をしてもらう。座標エリアは NLA の北方、通称白磁の大陸だ。でも白磁の大陸って直近の予備調査の結果ではグロースの勢力範囲の可能性が高いって出てましたけど。その通りだ。だからこそ戦闘力の高いチームに引き受けてもらいたい。了解したわ。誰かがやらなければならないことね。すぐに取り掛かる。すまねえ、助かるわ。実は先行隊としてすでにラオのチームが向かってる。ここで奴らと合流してくれ。頼んだぜ。稼働時間も半分を切った。これが本命だとありがたいんだがな。チームの人たちはみんな、ああ、グロースの奴らの手にかかってな。俺のミスだ。私たちがもっと早く到着していれば、あいつらはやられずに済んだってか。別にいいじゃねえか。ライフを見つけたら好きなだけ蘇ってこられるんだからよ。ラオさん、幸運だよな。俺たちは人類の大部分は地球と共に消えちまったっていうのに、俺たちは何度でも復活できる体を手に入れてのうのうと生きている。セントラルライフを確保できなければその幸運も全て無意味になるわ。もういいわラオ、まずはあなたの治療が先決よ。私たちと一緒に一度 NLA に戻りましょう。いや、ダメだ。グロースに本命を渡すことになったら取り返しがつかない。あんたたちは先を急いでくれ。ラオさんを置いてなんていけません。心配しなさんな。
テスタメントの奴らにでも拾ってもらうさ。でもライフの座標を転送した。ここから北の方角だ。悪いがよろしく頼む。了解したわ。引き受ける。急ぎましょう。グロースに見つかる前に任務を済ませてしまいたい。リン。はい。この先はグロースが多くて危険だ。君はどこかで待っていた方がいいんじゃないか。ありがとうございます。でも私エルマさんたちと一緒に行きますね。この先が危険なエリアならそれこそいつも以上に頑張らなきゃ。私もっとみんなの役に立ちたいんです。心配してくださってありがとうございます。あいつらだって BB を失うだけだ。死ぬわけじゃない。気にすることはないんだ。
相手に答えよ。行くわよ。ここがライフポイント。何にもないですも。リン、もう一度座標の確認をお願い。はい。何かしら、この違和感。まさか。エルマさん、未確認の熱源反応が多数。囲まれてます。神を見るのは初めてのようだな。地球人、気候たちは完全に包囲されている。武器を捨てておとなしく投降するがよい。誇りある武人としての待遇を訳するとしよう。みんな、この状況で抵抗は無意味よ。ルクザール、お膳立てを整えてくれておいたというわけか。だが、このようなつまらんねんことは。エルマさん。大丈夫よ。私がリーダーよ。身柄は任せるので、部下は解放してほしい。その気持ちに応えてやりたい。我らは傭兵。雇い主の意向には逆らえない。グロースの本拠地を招待させる。グロースは私たちを殲滅するのではなかった。なぜ捕虜にする。いい質問。
確かにグロースは貴様ら地球人を恐れた。だがそれは地球人本来の体のようだ。本来の体？なぜです？なぜ私たちの体を恐れるんですか？さあ、そこまでは知らない。知っている。我らが奴の鼻を明かしてやる。ガデルグだ。ルクザールの立場など知ったことか。秘密を漏らすなとは命じられている。連行者。ルクザール？それが彼らグロースの統率者。待って、一つだけ教えてほしい。あなたたちのような気高い種族がなぜグロースの手先になり下がっているの？何？グロースがこの星でどれほど卑劣な行為を繰り返しているか、あなたは知っているはず。彼らに道義などかけらもない。それでもなお、あなたたちはグロースに服従するというの。言葉に気をつけろ、地球人。貴様に殿下のお気持ちがわかるか？全ては故郷を失った我ら民のため。殿下はそのために苦渋の決断をなさったんだ。その気持ち、わかるとは言えない。故郷を失ったのは地球人も同じ。それでも私たちはグロースと戦う道を選んだのだから。確かに我らはグロースに組みする傭兵だ。しかしアース人としての誇りは失っていない。なら見せてほしい、あなたたちの誇りを。あなたたちの流儀で。グロースは貴様らを未開の蛮族と侮った。俺の目に道理をわきまえた強敵と見せる。地球人、この場で我らと戦え。貴様らが勝った。そうだな、この場から立ち去ることを許そう。良い返事だ。情けをかけるのはかえって侮辱というもの。全力で行かせてもらう。殿下、それではルクザールが黙ってはおりません。すまんな、俺はもう奴らの流儀に付き合うのは耐えられない。それは我らも同じです。しかしこのことが奴の耳に入った。ラース、貧乏暮らしに戻るのを耐えられない。いいえ、殿下のその笑顔を見るためなんだ。そういうわけだ。一戦付き合ってもらうぞ。これが我らの流儀だ。望むところよ。行くわよ。アンカルト反応、アームネミカイア、アリューティー、
でくるぐらい。やっちゃいました。水を尋常に。準備はいい。行くわよ。行くわよ。当たるぞ、パパ。アイアンプリズン。ダイナマーストン。当たりました。行く。ファイアポート。私の戦況的に知らなくなっています。実に愉快だ。このガデルグ、貴様とは獲物を変えてもっとやり合ってみたくなった。貴様も遠慮なく好きな獲物を使う。第2幕と
グロースの本陣だ。貴君らの今後の旅路に分あれ。敵ながら話のわかる奴らでしたもん。そうだね、傭兵団だって言ってたし、もしかしたら一緒に戦ってくれるかも。立つ大歓迎ですもん。ワンワン大好きですもん。それラース人の前で絶対に言っちゃダメだよ。パリッパリに焼かれて皮を一枚一枚スライスされて。もうタツは北京ダックじゃないですもん。よく知ってるね。感心感心。嬉しくないですもん。みんな聞いて、 NLA の BB メンテナンスセンターにラオが収容されたそうよ。無事だったんですね。よかった。急いでお見舞いに行きましょう。ええ、エルマさん、どうしたんです？ごめんなさい、ラオが心配だっただけよ。さあ、NLA に戻りましょう。総帥。なんだ、私がここにいる間は放っておけと言っておいたはずだ。は、それがガデル軍からメッセージが。ご覧ください。元ラース王大使にして現傭兵団頭目ガデル軍よりルクザール下級領事へ告げる。今日までの手厚き雇用に深く感謝申し上げる。だが我ら地球人を殲滅せよとの指令を果たすこと、あたわざるなり。よって通説の極みなれど、グロースの庇護下より離脱し、以後は独立傭兵団として活動いたしたく、ご報告つかまつる。以後戦場にて互いに公敵士として相まみえる日を楽しみにさせていただく。俺ガデルグ、番犬の分際で主に向かって盾を使おうというのか。デルグ殿下、楽しそうですね。いや、残念でたまらぬ。俺のメッセージを聞いたルクザールの顔を見てやれぬのかな。殿下、お人柄が悪くなられましたね。嫌になったか。いいえ、もっと悪い方が好みでございます。そうか、ならば期待しておけ。我ら今日から無法の傭兵団に身を落としたのだからな。そうだろう、ラースの落ち武者たちよ。経験の力になる。強くなった気がするわ。この星でもそれは変わらない。
気がついたのか。ダークか。ここはライフ。NLA だ。お前の BB は機能停止する前に救われた。残念だったな。生身の体じゃなくって。そうか。まあ、俺は。考えるな。今は休め。よ。ダグ、あなたも来てたのね。あの、ラオさんは？治療は一段落したそうだ。よかったら顔を見に行ってやってくれ。はい。ダグ、話したいことがあるの。いいかしら。ああ。私はラオに疑惑を抱いている。残念だけどそれはかなり確信に近づいているわ。彼の提案によって私たちはあの機体ウィータを確保した。グロースが手に入れようとして果たせずにいた機体をね。そしてグロースはどこに保管されていたかわからないはずのウィータをやすやすと強奪することに成功した。そして今回も彼の情報に従ってライフポイントを赴きグロースの部隊に打ち伏せされた。ラオ、彼はおそらく。お前さんはどう思ってるんだ。やっぱり疑ってるもんね。そうか、そいつはありがてえ。あいつは異星人を恨んだ。地球人を振るようなやつじゃない。信じてやってくれ。分かった。あなたを信じる。そしてあなたを信じている。ありがたい。感謝する。